はい、こんにちは、僕です。素晴らしきこの世界やっていきましょう。じゃあね、この先、四部九閲前から先に進んでいきたいんだけど、またね、死神がいるんだよな。このエリアのノイズをすべて撃破しろか。なんかとにかくね、ノイズと戦い続けてる感じなんですよね。それがちょっとしんどい。とてもね、時間を取られてるんで、まあ、間はね、カットしつつ、またね、続きをやっていきたいと思います。これで全部倒したかな。多分7分ぐらいかかってますね、ここまでで。条件達成確認してました。たくさん倒したよ。多分10万、20万稼いでますよ、今ので。あ、やっと着きましたね、キャットストリート。なんだこのノイズ。何このノイズ。何これ。どうなってるんですか。あ、猫間さん。あ、いた。お、ネクか。よくたどり着いたな。そんでビートと、あともう一人は、まあ、いたんだ、そういえば。世界が認める可愛さのココでーす。死神か。死神ですけど、何か？なんで死神と一緒に、なんでいるのか、不思議に思うところだよね。さて、早速だが、まずはネタバラシだ。この妙な渋谷が一体何なのかについて、教えてくれよ、何なんだ。知りたいか？知りてえよ、さっさと言え。この渋谷はな、何？ノイズだよ。え？ノイズ？渋谷が？ノイズが何だって？渋谷だよ。この渋谷全体が巨大なノイズだってわけさ。おい、ネク。なんだ？意味わかったか？まあ、俺は全然だ。渋谷がノイズってそんなのありえねえ。どういうこと？本当にノイズ？なんでそんなことわかったの？だって一体誰がそんなことやったの？どうやらこいつは、ある死神の仕業みたいでな。死神って、そんな力持ってるのか？いや、もちろんこんなことやれんのは普通じゃない。俺もそんな死神と会うのは初めてだぜ。誰？な？え、ココ？え？え？ん？まさか。こいつが元凶か？どうした？その力どうやって手に入れた？お前なのか？いたずらの犯人って。お前がこの渋谷を作ったって言うのか？そう。人も場所も全部お前が作り出したんだろ。あ、じゃあ、チキとライムは偽物だったのかな、やっぱり。ビートは本物？ああ。なんかおかしいと思ったんだよ。あんた、私の記憶と違うし、私が作ったノイズなのに、外から干渉されるなんて。初めっから全部お前が、俺たちを騙してたのか。そうだよ。黙ってミッションやってくれればよかったのに。この偽渋谷ごとこいつらをどこに連れて行くつもりだ。言わないようだ。とにかくお前を何とかしないといけないな。別に怖くないもん。どうせ羽駒さんノイズの体なんだから何にもできないでしょ。こうなったら最後の手段、一回アンダーグラウンドに落ちてもらうよ、ネク。アンダーグラウンドに落ちてもらう？ノイズが？あいつの工作の割には強そうじゃねえか。でかくない？ネク、ビート、俺がしてやれんのはここまでだ。あいつがノイズの発生源だ。倒せばすべて元に戻る。だから、そういう情報いらないから。もう消えてよ、バカ。蹴っ飛ばされた。羽駒さん消えちゃったの？羽駒さん、大丈夫です。俺たちだけで。ああ、やってやる。ボス戦かな、これで。え、何これ？ゾウさんだよ。でっかいゾウさんが出てきた。あ、待って、あれだよ。難易度イージーのままだ。イージーのままだけど、いや、やっていきましょう。どうよ、どうよ。痛くない。全然ダメージ入ってないよ。あ、まあ、イージーだからだろうな、多分。ちょっと待って、痛くないけど、弾かれるな。あ、なんだこれ。煙。でけえ。この目ん玉が弱点なんだろう。いや、すげえダメージ受けてるけど。すんげえダメージ受けたけど。いや、でもね、勝てるな。まあ、イージーだからな。大した敵じゃないんだろう。多分、普通にやったらね、この飛んでくる火球とかね、しっかり避けないと勝てない感じだよね、多分これ。これしっかり避けないと。結構ダメージ受けてるよ。イージーでも結構なダメージ受けてるから。うん。ノーマル以上だとね、結構苦戦する敵なんじゃないんでしょうかね。イージーで倒してしまいました。
余裕だな。まあいいや。ターフェアイト1個。まだ続きはあるのかな。やーっと倒したって、ここどこだ。宇田川町だ。俺たち、おっさんの店にいたよな。で、あいつ、あそこで寝てやがる。きっとノイズが晴れたんだ。元の世界に戻ってきたのかもしれない。これで終わりか。はい。ネク、四季だけど無事？何も起きてない？四季だ。無事だけど。よかった。ニャンタン急に糸がほつれちゃって。何か良くないことでも起こったのかなって心配になっちゃって。そこでわかるか？大丈夫。なんともない。俺はちゃんとリアルグラウンドにいる。わかった。急にごめんね。そうだ、明日暇？ニャンタンの補修の材料買いに行きたいの。まあ、空いてるけど。じゃあ付き合ってよ。時間はまたメッセージ送るね。わかった。四季か。俺もちょっとかけてみていいか。ライムか。あ、やっと連絡が来た。さっきはどうしたの？ライムか。ライムだよ。お兄ちゃん気づいたらいなくなってたから。ライム生きてたか。どっちかって言ったらそれは僕のセリフだと思うけど。ごめんな。そう、急に用事思い出してな。ライム僕っ子だからな、なおさらいいよな。いいよ、僕は平気。でもまだ買い物は途中なんだ。戻ってこれる？ああ、大丈夫。急いで戻るから、ちょっと待っててくれ。わかった。じゃあ公園にいるね。なんでネクとビートだけ今回巻き込まれたんだろう。ふぅ、元に戻ったな。本当にろくでもねえゲームだったぜ。あの野郎どうするネク。ほっとくわけにも。え？ネク？何？今度は何？お前銃持ってる。撃たれた。後ろから撃たれた。どういうこと？どっちに撃たれたの？よっしゃ。こっちのココは生きてる？ネク君は？ネク君は？また死んだんですかね？なんでこのタイミングでヨシアが出てきたんだ？消えちゃったよ、ネク。これまた死神のゲームに入っていくんでしょうか？ここね、渋谷じゃないんだよね。これ左側の建物、都庁だね、確かに。ああ、また、これは何なんですかね。あとこの女の子、ニャンタンを持ってる。ニャンタン持ってるんですよ、この子。かわいい。誰なんでしょうか。ダメだった。間に合わなかったの。これは多分この女の子のセリフだよな。新宿、消滅したようですな。みたいだね。まさかインバージョンが起きたと。他人事じゃないよ。でしょうね。実際さっきまでリアルグラウンドにノイズが現れていたわけですし。ネクが見ていた映像。ネク君って呼んでくれないんだね。あの子の能力かな。トレーラーですか。あの能力にネクがシンクロした。向こうが合わせたのかも。新宿ただ一人の生き残り。気にかかりますね。彼女と、あの死神娘、そして、いわゆる生き残りとはまた違う連中も、厄介なのが侵入してくるかもしれません。騒がしくなりそうだ。渋谷は一体、何を、誰を受け入れるんだろうね。あとは当事者たちに任せよう。ネクはどうします？ネクは、もう必要ない。そんな、必要。ネクは絶対次のゲームに、必要。あと、やばいくらい強いパートナー、あっちに連れてけないなら別にいいもん。そしたらこっちでやってやるんだから。絶対、負けないんだから。ココは何なんですかね。この魔法陣は見覚えがあるぞ。ゼタ様復活。これでゼタ様復活するんだ。
ココが蘇らせたんだね。A new day. A new game begin. A new game begin. 新しいゲームの始まり。え、この子誰なんだろう。ニャンタン持ってるからね。A new seven days って書いてある。え、これで終わりかな、この A new day。内容、ここまでの内容を見た限り、おそらくね、これが、新素晴らしきこの世界に繋がっていく流れとなっているんではないでしょうかね。あ、終わってしまった。羽生で。終わってしまいましたね。もうこれ以上続きはないでしょ。あるのかな？キャットストリートにいる。あ、ニューデーをクリアしました。このチャプターを終了する場合は、メインメニューから別のチャプターを選んでください。キャットストリートに帰ってきましたね。今、アーニューデー3までをクリアしたってことなのか。特にね、1日目、2日目みたいな分かれ方はしてなかったんですけど、おそらく今までね、見てきたゲームの内容が、アーニューデーの内容が1、2、3なんじゃないかな。試しに1個行ってみましょうか。あ、ほら、ライムが死んだところから3になってますね。はい、いかがだったでしょうか。素晴らしきこの世界、アーニューデー。今回でもう本当にね、今作のプレイは最後となります。次回作ね、新素晴らしきこの世界、すでにね、おそらくネク君と思われる登場人物や、まあ、ゼタ様、南本翔がね、プレイアブルキャラクターとして使えるっていう情報はもうすでに公開されているんですけれども、まあ、どうしてね、再び、まあ、ゼタ様がどうやって蘇ったのか、ネク君がなんでどのようにしてね、次のゲームに参加することになったのかっていうものが確認することができる内容となっておりました。またね、ニューデーで新しく登場した、まあ、死神ココであったり、まあ、ネック君が映像として見ていた、ニャンタンを持った女の子。この二人も多分ね、次回作に登場するんではないでしょうか。特にね、この後、このね、本作、素晴らしきこの世界ファイナルリミックスについては、まあ、これ以上のね、やり込みをやっていく予定はないんですけれども、まあ、もうそろそろ、まあ、もなくね、次回作がリリースされるので、まあそれまでにね、すべて終えることができてよかったです。いや、とてもね、この追加要素となっていたアニューで、ボリュームが結構しっかりあって、BGM がとても今までの曲、楽曲のアレンジとなっているんですけれども、とてもいい感じにアレンジされていて、それだけでね、やる価値のあるコンテンツとなっておりました。これね、とても楽しめましたね。はい、それでは、名残惜しいんですけれども、今回でこの素晴らしきこの世界、ファイナルリミックスのプレイは最後とさせていただきます。次回作、新素晴らしきこの世界については、まあ、リリース後ね、少し時間が経ったタイミングで、またね、そちらをプレイしていくかと思うんですけれども、ぜひね、そちらもご視聴いただけたらと思います。はい。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。